ほんまにやったわ、面白かった。すごいどうせ。これはね、具現化はなかなか難しいと思うんですよね。いい歌になりますよ。そう、みんながダンスとってバンバンじゃないだけじゃなくて、そうか、そうか、やっぱり自分たちのこう改革しないといけないからあ、すぐやらなあかんみたいな。マッチョな生活だと思うんですよね。寝ても覚めてもつい頭の中考えてると思うんですけど、ね、まあ、夢の中でもですこれ体力持つんですか。いや、これで他の生徒と同じようなことしか言わんからな、別に寝てよかったよってなりますから、まあ他の生徒とちゃうな。でもまあうちはもう止まったら終わりですよ。これ強烈だったんですけどね、大阪市議、大阪市会議員の定数削減をね、はい、即やられて、はい、議員の身を切る改革っていうのは看板政策で、はい、高すぎる報酬削減とか多すぎる定数削減というのは掲げてます。公約は守らないといけないっていうのは、これはもううちの当然です。過半数取ったわけですから、その公約にのっとってしっかりやると、でそれは府議会も12年前には議員定数削減をやりましたから、当時過半数を取って、で市議会も過半数を取ったわけですから、実行するというのが大きな流れだったと思います。だこれ進めたのはもう大阪市議団が、そして市議団やっぱり中心でやってくれまして、本当に最初やっぱり大変やと思います。この定数削減というのは、自分たちの職が4年後なくなるかもしれない。そうですよね、でもやっぱり掲げた目標を達成するという強い決意で市議団やってくれまして、この12年で信じられないような流れになったと思います。これもう12年前は考えられませんでした、こんなこと。もうすごい反対と抵抗ある。そうですね、議員定数全国でもね、いろいろ議員定数削減というのは、でも長年歌われてもなかなかできないじゃないですか、で今回11ですね、多数を占める会派の方の提言だとしても、その会派のメンバーの地区も減って、そういうこと、自分の職がなくなる可能性もあるわけじゃないですか。おっしゃる通りだ。本当にこう強い気持ちと、政治家に固執しない、やっぱ与えられた任期で、政治家っていうのはこう身分じゃないんですよね、4年間のお仕事職なんですよ、使命をついた。だから与えられた仕事のタスクをやりきるというのがうちのモットーなので、でも今思うと本当に12年前考えられへんかったら、今ではもう報酬、議員の報酬削減やってるんですよ。有権者のおかげですけどね、これはもう有権者の皆さんがこうすべきだっていう思いを持ってくれて、で方向性を示していただいたんで、今改革が進んでるんだと思います。いや、これはね、具現化はなかなか難しいと思うんですよね。いい歌になりますよ。そうですよね、もうもしかして過半数取れるんじゃないかって、徐々にこう結果を見る前に感じてくるわけです、みんな肌感でね、おお、そう、みんなダンス取ってバンバンじゃないだけじゃなくて、そうか、そうやっぱり自分たちのこう改革しないといけないから、乗り越えないといけないこともあるから、まあ当選して蓋開けて瞬間なんかみんな、どちらかというとこう決意と緊張感ですかね。あ、すぐやらなあかんみたいな。やりきってくれた、市議団と市議会の皆さんには感謝ですね。でも即あれ5月議会ですね、そうですね、まさか私も5月議会で即決まると思ってなかったんで、まあもともとずっと議員定数削減っていう議論はずっとこの間してますので、シミュレーションは昔からいろんなシミュレーションを市議会の皆さん持ってましたし、まあ、いろんなその反対の声とかもいただきつつですが、決めたことはできるだけ早くやるというモットーで、なるほど。いや、よー、市議会皆さん本当にほんまにやったわ、面白かった。すごいどうせやっぱそれだけのもう異様といいますか、横山さん中心にこの維新のメンバーの皆さん、これ本当にマッチョな生活だと思うんですよね。これずーっとじゃないですか、おそらく。寝ても覚めても常に頭の中考えてると思うんですけどね、まあ、夢の中でもです。これ体力持つんですか。まあ、今振り返ると、振り返っても気が重いようなこといっぱいあって、常になんか走ってるんですけど、でもその結果が見えてきたり、しかもこういった形で今大阪が成長の軌道に乗ってたり、
するともう疲れも吹っ飛びますけどね。達成感とか財政良くなったとか、あの住みやすい街ランキングとか犯罪減ったとか、なんかそういう結果が出るとめちゃくちゃ嬉しいから、多分あのそういう達成感でみんな前に進んでるんじゃないかなと思いますね。ただこれね、十数年の積み重ねでね、はい、今結果が出てきてると思うんですけども、なかなか結果出なかった時、うまくいかなかった時とかあったかもしれない、ね、ありましたよ、あの最初の4年間なんか今振り返ると、あの時の橋本さんや松井さんの改革が基礎で今がある、確信できるんですけど、当時はやっぱりもうすごい関係者からいろんなご批判の声も受けて、で、ね、あのいろんな協議しながら、でも目先の数値が直ちに上がるわけじゃないから、もうカンカンガクガクの議論して一個一個そのクリアして、もう馬車馬のようにそれ終わってまた違う人参ぶら下げられて、そうですよね、でもタスクも同時のタスクいっぱい抱える、で、ね、でももう最後はやっぱ変えないともうあのダメだってどっかでみんな思ってて、でほったらかしにすることもそれできるんですよ、そうですよね、私利私欲で生きろって言ったらできるんですけど、どこかでやっぱり自分らであの政治家目指してやる以上はもう自分たちでしっかりいい方向に変えていくという使命感でみんなやってると思います。でそうあってほしいですね。そうですね、うん、とはいえ、まあ、人間なんていやそれも難しい、まあ、とかもう嫌だなとかあるじゃないですか、まあ、その時仲間内のなんかこう励まし合いと言いますか、そうですね、あの疲れることもあるし、あのあ大変やなっていうその愚痴する時だってそれはやっぱありますけど、でもまあうちはもう止まったらあの終わりですよ、もう常に提案して提言して建設的に前に進めて、それは失敗もトラブルも多いですけど、何もせず文句だけ言うっていうのだけはもう絶対したくないですね、常にこう何かして前に向かって走っていくと、それがまあ うちの政党の党勢というか存在意義というかそういうところだと思うので、これを多くの維新のメンバーが共有してくれてることを、僕はやっぱり今もあの大好きな政党ですね、そこが、日本維新の会の常任役員、あそうですね、常任役員に実はね、はい、そう、そうなんですよね、ということはもう国政の部分でもですね、これ先般この大阪の4選挙区と兵庫の2選挙区、この関西の6選挙区ですね、今まであの、まあ、公明党の議席の部分で維新は立てなかった部分、ここに立てると、衆議院選挙は大阪の4つと兵庫の2つは擁立を、はい、あの見送ってきました。選挙っていうのはあの選択肢を示して有権者が選んでもらうっていうのは僕ら非常に実は大事にしている機会です。でもあの擁立しなかったっていうのはこれはもうあの多くの皆さんはご存知の通り、僕らの看板政策の大阪都構想を進めるには、議会の過半数の同意がいりますから、ここであの政治的な調整が必要な中で、あの総合的な判断として擁立を見送ってきた。で今現在都構想が動いてない中でですね、逆に擁立を見送ってしまうことの、あのロジックがやっぱり立たない、理由が立たない。基本はやっぱり有権者に選んでもらう、で有権者が決めて未来を決めていくっていう、選挙という一番大事な機会ですから、ここまで来たらもうあの選択肢として自分たちの党の考え方をお示しする。基本はあのやっぱり選挙で擁立するっていうのはこれは基本は擁立するものですから、今までが少しちょっと議論があってあの例外的な取り組みをしてましたけど、今回は4選挙区大阪は擁立することになります。でも並大抵ではなかなか強い相手さんですね、めちゃくちゃ強いですね。これはね、もう相手のことあんまり褒めすぎるのもあるんですけど、やっぱりあの地元に根付いてあの徹底して活動されてますから、で僕らは別にこう特定の政党が憎いとか、あの人が憎いとかそういう意味でやるんじゃなくて、あくまでこう政策をあの提案していくと、それはもう活動量の差ではもう圧倒的な差が今ついてますから、逆にじゃあ維新は何を示す有権者に、ええ、分かりやすく、うん、これで他の政党と同じようなことしか言わなかったら、ええ、別に出んでよかったよってなりますから、まあ他の政党とちゃうなというところをしっかり分かりやすく示していって、一日も早く活動の土台に乗れるように。これでもまたしびれる戦いに、いやーやっぱりね、こう、ええ、僕も予備選挙経験しましたけど、ええ、この中での予備選挙ね、それ聞きたかったんですよ。どういう心境ですかね。めちゃくちゃね、緊張感あって。仲間でもあり。仲間でもあり。でもやっぱりライバルでもあり。ライバルでもありですね。やっぱりきっちり政策論争しないといけないし、あのお互いにあのマナーは守らないといけない。
誰が候補者になってもその後も共に戦っていくメンバーですから、そうですよね、でその上でしっかりこう勉強して政策を訴えていかないと、うん、あの中身がないって言われるので、あの期間はねめちゃくちゃ緊張感ありましたね。でも僕も岡崎さんも非常にこう最後2人残って、最後ファイナリストで、でその前は5人出て、本田理恵さんや藤田明さんや松山健人さんも出てやりましたけど、はい、あのみんな非常に勉強して政策論争を臨みましたね。絶対あのプラスになると思います。いやありがとうございます。ありがとうございました。もう思った以上に気さくな方で、いやいや、とんでもないです。本当に楽しかったです。近さを感じたと。そうですか。あのかなりあのそこまで言うかみたいなことを喋ってしまったから、本日は大阪市長でもある横山秀樹様にお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。